マリオシリーズ、マリオパーティシリーズマリオパーティシリーズは、ニンテンドが発売したマリオシリーズのキャラクターが登場するパーティーゲームシリーズ。公式に使われるタイトル名の略称は、マリッパ。スゴロク風のボードゲームとミニゲームで最大4人で対戦し順位を競うパーティーゲームのシリーズ作品である。ゲームの開発は、8及び DS までは、ボンバーマニア、 桃太郎電鉄を手掛けるハドソン及び同社のソフト開発を協力していた CA プロダクション Q 以降はハドソンがコナミデジタルエンタテインメントに吸収合併されたことから NDQ 部が担当している。またカップコンより本作をモチーフにしたアーケード用メダルゲームが発売されている。ゲームは基本的にボードマップをすごろくの容量で移動して プレイヤー全員が1回ずつ移動を終えたり、特定のマスに止まると、ミニゲームをプレイする流れで進行し、規定のターン数が経過するなどの条件を満たすと、ゲーム終了となる。1作目から、マリオパーティ8及び、マリオパーティ DS までと、マリオパーティ9及び、マリオパーティ10では、ボードゲームのルールが大幅に異なるが、ボードゲームとミニゲームで対戦するという基本的なゲーム内容は、 全編を通じて共通である。シリーズで登場するプレイヤー及びサポートキャラクターは、マリオシリーズのキャラクターが中心となっている。現在、途中で引退したものも含めれば、今までに使えたプレイヤーキャラクターは28人いる。なお、マリオパーティ号以降の末置き型作品では、必ず新規のプレイヤーキャラクターがおり、その中で、 現在もプレイヤーキャラクターとして使えるものは12人となっている。この人数は第1作目、マリオパーティで使用できるキャラクターの人数より多く、これらがチラシ等での宣伝に利用されたケースもある。ちなみに、末置き型ゲーム機用のマリオパーティシリーズは、マリオパーティ3からマリオパーティ8までは、その作品での新プレイヤーキャラクターは次回作では最初から使用でき、 新たなプレイヤーキャラクターが登場している。海外では米国で非常に人気があり、ミニゲームのやりすぎで手を痛めたという事例がある。任天堂 t e n 64版及びゲームキューブ版と2014年から2018年までは毎年新作が発売され、日本国内の売り上げでは2、8、DS、スーパーの4作品がミリオンセラーとなっている。日本未発売。 発売中止の作品は除外する。日本の販売本数はエンターブレイン調べやメディアクリエイト調べのもの。ワールドワイドトトルはベグチャールツより。下記の表で数字は通常のナンバリングタイトル GBA はアドバンス、DS は DS、i ツアーはアイランドツアー、スター R はスターラッシュ、100MC は100ミニゲームコレクション、スーパーは スーパーマイナス、スーパースターズは、スーパー S を示す。ここでは、マリオパーティアドバンス、マリオパーティアイランドツアーを除く、各シリーズのボードゲームの基本的なルールやゲームの流れについて説明する。上記の2作品のルールについては、該当するページを参照。ボードマップ上には、様々なマスが設置されており、移動後に止まったマスに応じて様々なイベントが発生する。 作品ごとに登場するマスの種類や名称が異なるが、ここでは主なものを記す。マップ上には、マス以外にも、その場所を通過することで発生するイベントも設置されており、マスとは違い通過しても残りの移動するマス数にカウントされることはない。このようなイベントは、シリーズによっては、通過イベントと呼ばれることもある。シリーズごとに、様々な種類が用意されているが、 ここでは主なものを記す。マリオパーティに以降のボードゲームでは、ボードマップ上で使用ができるアイテムが登場する。シリーズによって、種類や使用方法が異なるが、基本的にはサイコロブロックを叩いて移動する前に、持っているものの中から1ターンに1つだけ使用できる。マリオパーティアドバンスアイランドツアー以外の作品は、ゲーム終了後の結果発表前に、 ボーナススターが3種類発表され、受賞したプレイヤーはスターを1個もらえる。ボーナススターの内容はシリーズによって少しずつ異なっており、7、9は6種類、10は5種類、スターラッシュでは8種類、ミニゲームコレクションのミニゲームマッチでは9種類の中から毎回ランダムに選ばれ発表される。なお、2以降ではルール設定でボーナスの設定をなしにすると、 ボーナススターの発表は行われず、ゲーム終了時点の成績で最終順位が決まる。スターラッシュのキノピオパレードやスーパーではボーナスと表記する。ボードマップの画面に表示されるステータスパネルなどの表示は以下のように作品ごとに少しずつ異なっている。ほとんどのマリオパーティシリーズのボードゲームではマイターン終了時や 特定のマスに止まった時にミニゲームによる対戦が始まる。ミニゲームで勝利するとコイニやリトルスターを獲得できるためボードゲームの勝敗を左右する要素となる。また特定のゲームモードでしかプレイできないミニゲームも存在する。なお、マリオパーティさん以降は収録されているミニゲームが毎回すべて新作にそう入れ替えされている。 ミニゲームをプレイする前にそのミニゲームのルールや操作方法の説明画面が表示され、マリオパーティーに以降は本番を始める前に説明画面からミニゲームの練習をすることが可能。また、マリオパーティー後以降は各ミニゲームの説明画面に表示されていたそのミニゲームの画像が動画になっている。マリオパーティー1作目から 7DS ではミニゲーム終了後に画面と音楽が切り替わって、 リザルト画面が表示されるが、マリオパーティ8のミミニゲーム終了直後の画面で、リザルトが表示される。ミニゲームのリストや、各ミニゲームのルール、詳細については、各作品の記事のミニゲームの節を参照。ミニゲーム中の画面に表示される文字は、各作品によって、フォントが変更されている。ミニゲーム開始時、終了時に流れる音声も1から9、アイランドツアー。 スターラッシュ、100ミニゲームコレクション、スーパーで異なる。DS10 は、画面に文字が表示されるのみで、ミニゲーム開始時、終了時の音声は流れない。h t t p w w w v c h a r t z c o m d b g a m e s p h p ネームイコール、マリオパーセント %20 パーティーハット、 マリオパーティースーパースターズニンテンドースイッチソフトニンテンドーニンテンドー2021年6月16日閲覧7まではミニクッパ DS からはクッパジュニアとするマリオパーティさんではアイテムのアフター号を使用すると以降は強制的に残り5ターンとなるただしマリオパーティさんでは新起動による 偽物のスターが配置されているマップもある。ありがとうございます。